はい、どうも、こんばんは。はい、始まりました。ちょっとね、A さんが忙しいっていうので、明日僕が放送する予定だったんだけど、まあ、明日、羽根くんかぶってるし、それだったら今日、やった方がいいんじゃないかなっていう感じで。まあ、今日やることになりました。はい。で、まず告知ですね。はい、ビッグマジックオープンボリューム10。今ね、事前予約を受け付けて急にま出かす。けたので、ユージさんはい。を呼ぶ。はい、どうも、こんばんは。BM もね、4月28日、29日、会場はいつも通り、横浜サンボホールマリネリアで行われます。はい。土曜日がスタンダード、日曜日がモダンレガシーなんですけど、朝ね、告知された通そろり、そろ埋まった。レガシーね、埋まっちゃったんですよね。はい。で、今ね、受付停止してるんですけど、あれっす。あれっす、はい。終わっちゃったんですけど、もしかしたらその増えるかもしれないとき、今ね、定員の増枠をね、増やすかどうかはまだちょっと協議中なので、またね、そのレガシー出たかったらまだ受付してないよって方は、その告知をね、待っていただければと思います。はい、こんな感じで、じゃあ行きましょう。もう一個。はい、日曜日、MMM マンスリーモダンマスターズやります。もしかしたらね、参加できたら僕も普通に行こうかなと思ってるんで、はい。どうも。ぜひね、スターチャンピオンシップかぶってますけど、モダンやりたいなって方は、ぜひ、お越しいただければと思います。福島区民センターです。はい。じゃあ、そんなもんで行きましょう。はい。今日はですね、まず、今はね、マジで急に放送決まったんで、昼休みにね、ちょっと使ってた副業の理由がまだ残ってて、不幸じゃない、往診の理由がまだ残ってるんで、この往診、あと3戦消化した後に、MOCS でね、マンスリーで上位に蜘残った蛛デッのキ、狼か。そうですね、最近よく回してる往診を使った後に、この MOCS でね、上位に残ったデッキ、どれか回して遊ぼうかなと思ってます。はい。どれを回すかっていうのはまた後で決めようと思ってるので、まずね、早速往診のね、リーグを3戦消化していこうかなと思います。そんな感じです。はい、よいワコしスです。時点でょ。そうっ強いす。赤単系ってビッグレッドのことですか？ビッグレッドと、赤単ひっくるめての話だったんだけど、ビッグレッドね、結構やっぱりデッキを知られてないっていう強みが結構あったところなんだけど、デッキね、かなりスカラベきついんですよね。スカラベきついので、どっちかというと今はもう軽い方の赤単の方がいいかなっていう。ひっくるめての話なんだ最けど、近アグロ系も復権してきてる気が。今は僕アグロ系の方がいいと思うよ。赤タン使うんだったら。狼ってバリスタ採用が主流になったの？いや、どうだろうね。これ鍋くんが使ったやつで、僕もね、その使ってみたんだけど、バリスタね、なかなか良かったんで、僕はしばらくバリスタ入れてもいいかなと思ってますね。はい。実際猫がやっぱりあんバまリス強くないタからはなんだよ落とさね。れるのがいいね。猫がそんなにやっぱりあんまり強いカードじゃないんで、そこをね、バリスタに変えるのは、かなりいいんじゃないかなと。はい。常々減らしたいなと思ってたんで。で、もともとね、エスパー往診には結構あれなんですよ。もバリスタ4枚入ってて、で、そのバリスタがね、かなりいい感触だったんで、全然こっちで青しの方に入れるのもおかしくはないなっていう感じです。はい。全部ね、正直ね、猫全部バリスタに変えてもいいからね、正直。2枚だけじゃなくてね、普通にメイン3枚目のバリスタをね、猫と入れ替えて、で、サイドボード1枠開けてとかでも全然いいし、バリスタ4枚入れてもいいから。あとね、メタ的に狼今やっさんぱ誤バリス認タがさね、せかてないりただきます。アク便利タでンと強い。3枚の感おっそうっ触す。はどう？アスカント3枚はね、アグロ相手には抜きやすいかなっていう感じ。あとやっぱ結構出したいカードではあるから、全然いいと思うよ。別に2枚以上はとりあえずアズカンタ必要だと思ってて、3枚目取るかは、どう見るかな。どういうデッキに対して強いカードがいいかっていう、好みの問題にもなると思うけど、僕は結構いいと思うんで。あぶね、エフロコした。ねえ。はい、先手。狼はアズカンタかぶっても捨てやすいのだそうね。そうそう、アズカンタを処理できる、処理する、かぶったカードを処理するカードがね、かなりあるんで、サイドボードも威力取れるし。こいつは、ちょっとこっち行こう。別に1で出さんでもいい。吸血鬼かもね。ウィッツ。はい。
はい、だいたい4ターン目までどこ来てきたね。そのツイッターのやつに関してはもう完全に日記なんで、これ以上何か喋る気はないんですよ。まあ競技イベントとかであんまこすいことしない方がいいよっていう、まあこすく見えるようなことはしない方がいいよっていう、うまくなんないしね、それやってても。はい、以上。そんなに深い意味はないです、あのツイートに。とりあえず言いたかったから言ったんで。あ、これね、もうひっくり返っちゃうね。これ想定外だったな。応援がアズカンタ3枚目のところを24枚目の土地にしてたけど、そういうのはありですかね。あれじゃない、別にあのワンランドマリガンとか結構あるし、正直そういうのはありだと思いますよ、別に。まあ、そこら辺ね、すごいね、いろいろ変えれる枠なんだよ。細かいところって本当に自分の好みにね、どういうのが嫌か、どういうのをね、なんかケアしたいか嫌かみたいなんで変わってくるんで、かなり。へえ、あれ、こんなん入ってるの、白炭昇電デッキ。へえ、面白いですね。すげえな、もう昇電したもんな。ふーんって間に合ってるけど、こういうデッキに対してもね、結構そのバリスタはね、もう有効に働くんで、まあ、間に合ってないんだけど、今のところ。そう、すごいよね。4ターン目にもう、で3ターン目に昇電達成してるもん。神の怒りか滅びを返していやいやいや、勲章結構ラス5回の中だったら強い方だよ、ゴマナので。まあ残骸の漂着もあるしさ、フロパン、これこうでもいいか、別にこれでいいよ。残骸の漂着はモダンでも使われるくらい強いしね。うん、いや、いいカードだよね、あれ。はい、はい、知ってた。それがあるからこうブロックしたんすわ。はい、多分死ぬとこだった。ルーダの殲滅波に期待しよう。危ない危ない、死ぬところでしたね。結構やばいんだけど、正直まだ結構やばいけど。あ、なんか強いで言われたぞ今。おい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 、え、向こうも発明戦士入ってんの、すげえ並ぶな相手も。うーんまずいですよ。横並びとの相性は抜群だからね。うん、それね。引かねえかな、引かねえよな。2で出して、1で出して、111、まあ、耐えるしかないか。とりあえずバリサーして、じゃバリ、うん、相手の動き待ちかな、これで。これ2枚目打たれたら負けなんだけど、まあ、1回もうバリサ使ってもよかったね。でバリサでとりあえず天使を打ち落としてた方がよかったもん。
これバリスタじゃなかったら完全にいかれてるもんな。こ今ねまさにバリスタが強い場面これでね普通に今あの復元をね引いてくれたらもうそのまま勝てそうな気がするんだけど、復元はよ、お普通に殴ってくる。バリスタ4枚で80チケは頭おかしい。まあいやそんなもんじゃない、使うカードってやっぱそんなもんだよ。でも結局、はいはい、とりあえずそんな値上がりしてんの、すごいね。耐え難きを耐え、トークンで横並べ戦略よく見るようになりましたけど、備蓄品や更新使ったトークンは減りましたよね。確かにそこら辺は減ってるかも。頼む復元、まだない。復元をね引きたいんですけど引かないね復元うーん引かぬな。そろそろ狼キャストできそう。じゃこれ負けじゃない。あこれ出されてこれで負けだね。いや負けました。これで相手がこれを起動してきたら負け。これね相手が気づいてたら負けなんですけど、あ気づいてるね、さすがに。あいけたかなと思ったけど、25へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。横並びがね、いや気づくとか気づかないというレベルではない。いやいやいや結構ねあれ気づかなかったりすっから、ああいうのね気づかなかったりすっから、結局ねコンボをねフレンドリーリーグじゃあるまいしいやねあるある全然あるよ言うとったらだけど全然あるよ。やっぱね並べ系は、ね、まあコンボ引かなかったから結構ね結構引きましたけど、まあ復元引かなかったんでまあ仕方ないかなって。まあ引けてたらそのままいけてたからね、まあ仕方ない。細かいとこ見逃したりは無得あるある。うん全然あるよね。そうれたらすぐライフ戻りそうな相手ですよね。そう天使一回釣れるとねかなり楽そうなんだよね。まあ、白タンだからあの訓情も効くし、っていう。まあサイド後は多少墓地帯入ってくるだろうけど。すげえ微妙な判断だけどこういうのしちゃうんだよね。こういうのねしちゃうんすよ。1枚捨てるカードがあったらそれだけでもう使えてしまうっていうね、やはり魅力を感じてしまうんですよ。これまずいですね。いきなりまずくなったけど、キープしちゃいますよね。うん、そうそうそう。
そうなんですよ。これもね、悪くないよ。これも決して悪くない。次、もうバリスタ起動できるから、バリスタ起動まで行くとだいぶ楽になるし、ね、雑キープしやすいデッキ。そうそうそう。で、これ相手このターン殴れないしね。そんないらんないけど。3枚はどういう関係？そんないらんで。復元でバリスタ釣れますね。釣れる。釣れる。あのね、発明の天使がいるときは使えるよ、ちゃんと。まあ、変身は別にもう刺してもいいな。もう刺してもいいから、殴ってきたらこれだけヴァンパイアを受け止めよう。3456、はい、仕方ね。バリスタを守った方が良さそう。ほーんほーん、そんなの入ってる。エンド前に落とすの忘れてた。おい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 、ほーんとか言ったら落とすの忘れてた。だっせ。次からカルあたり出てくるかな。ありえるね。この落とし忘れがどう響くか。今やっちゃってもよかったんだけど。まずいですよ。スール対ヘビマナベース酷評されてるけど、そんなに事故るの？ここやばい。えらいこと欲しかった。これ落とし忘れかなり致命的ちゃう。あっ、特に何もなかった。何も落ちんな。やっと。頼む、なんか落ちて。よし、テンション落ちた。テンション落ちた。あぶね。はい、ギリ耐えてる。まだ耐えてますね。あぶねえ。超危なかったけど、まだ耐えてる。まだ参える。そう、一回釣れるとね、かなり楽になるんだよね。これを出されたとて、多分バーラン使われてもまだ生きてるから。天使自体死なないからね、バーランでも。トップに身を任せる。それな。ね。まあ今墓地もあんま関係ないもんな。でハンドが1枚でしょ。これはいけとるんちゃう。あって全体パンプでしょ。全体パンプあっても別に天使が死なないから。なんだろう、3マナ。
サンマな。なんだろうね。いや結構苦しいでしょ。何持ってても多分苦しいもんね、相手。頼む。そのいかにで。今週原根くんの放送は避けるの？いや別に全然そういうわけじゃないんだけど、あの今週月曜日か火曜日どっちか放送することになって、まあそれだったら別になんかわざと被る必要ないんじゃないっていう。今日だと被んないし、そっちの方がいいよねってなった。うわ、それちょっときついな。これもうプレイできない？これ消えるから大丈夫なのかな？イクサラン、これずっと気になってたんだよね。イクサランの束縛で、ああなったやつどうなのかなって。トークンだからオッケー。オッケー、オッケーか。ありがとう。トークンだからセーフな気が、消えるからいけるはず。おっす。じゃあ大丈夫だね。プレイでき、ルヤンケ。ね、できるよねこれ。できてしまう。しまう。唱えられないだっけ。はい、うん。できてしまうんだよな。イエス。なんて来たの？え、これなんで働かないのみたいな。なんでイクサラの束縛働かないのって来たんだけど、まああれ特訓だからみたいな。あ、分かったよみたいな。来ました。向こうもね、じゃあ僕も気になってたからそれどうなのか。まあそうねーみたいな。せやねーみたいな。どうしようかな。3枚。これいいよね、3枚引けるの。復元1枚引けるの。はい、うん、相手迷うところだけど、追放領域に指定されたカードがないから機能しないんだと思う。うん、そういうことだよね。どっちかなーっていう。まあはいはいはい、なるほどね。よし、岸の石落ちた。なるほど、理解した。ありがとうございます。知らねえか。はい、はい、まあこれでも大丈夫でしょう。はい、まあ耐えたでしょう。はい、どうぞどうぞ。はい、ゆうじこんばんは。はい、どうもこんばんは。今ね、ちょっと普通に出てたリーグの紹介をしてます。あ、
これは。これは。どうしようかな。これいらねえな。アズカンタもういらない？チャートはいらねえかも。墓地にクリーチャーが1枚落ちてる。落ちてるか。落ちてるね。めちゃくちゃライフ得れるやん。うん、そう、えらいことしてある。相手続けてるけど逆転の値段買うのかな。どうだろう、ね、設定されました。あ、どうもゾンビさん、いつも幸福ありがとうございます。いや本当にね、いつも幸福してくれるんだけど、まあエンドでいいか、はい、乗せてエンドでいいよ、はい、もう違う、天使自分で落として投げてもよかったんだけど、ね、はい、よかった、そらそう、耐えがたきを耐えた、いつものゾンビさんお疲れ様です耐えがたきを耐えたのでね、え、実はネゲート効くんちゃうと思ってんだけど、ネゲート実はネゲートヨシオちゃんじゃない、2枚ぐらい出ても良さそう。わかんないけど、領事の権限もね、なんか効きそうな気がするんだけど、まあいいか、さすがにいいか、生物の割合低そうだから効くはず。うん、いや、そう、土地がね、こういうのでこれが1枚土地だったらキープできてるから、まあ、24枚目土地売れるってのはまあ間違ってないよ、ね、いらない、別にいらんこともないけど、どうせいるけど、どうせ土地は引くやろっていうね。3ターン目は大丈夫かな。3ターン目何かある？3ターン目は何もなさそうなんで、バラルの講義の時に合わせるように後で構えます。バリステ、はい、バリサモト、はい、スラムちゃう？うん、あ、ごめん、バラじゃない、スラム、スラムです。これもう捨てちゃうか、はい、あんましよくないな、構えた方がよかった？あ、墓地帯ある。墓地あるじゃん。ひ。天使。はい。天使はいいか。天使はまだ大丈夫か。昇電した。早いな、やっぱ。こっからどうするかだね。土地が1枚欲しいんだけど、正直。土地さえあれば結構なんとかなりそうで。はい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 、うわー、カンカンカン、オッケー押しちゃった、ミスった、オッケー押してしまった
一緒か、一緒だな俺。一緒じゃないよ。どうすか。これ次どっち引かないと負けか。え、あれ？あ、15点あった。ごめん。計算間違えた。あ、ごめんなさい、計算間違えました。おいおいおい、わら。いや、なんかね、そう、12点のはずだったんだよね、今僕の中で。あれ？通っちゃった。まあ、でもこれ負けだな、結局。目が覚めたよ、わらわら。はい、すいませんでした。え、3残ったとして、マジックは算数のゲームやからな、おやおや。多分負けてんな、これ。結局負けてそう。今回は割とあかん日ですな。すいませんでした。今ね、計算間違えたわ。なんか3点少ない計算だったんだけど。あらら。はい、そうでした。多分ダメだったね。でも結局勲章を打てなかったから、あそこで勲章があれば全然まだいけたんだけど。リアルだとしないミス。そうね。いやー、まあまあまあ、やってしまいました。今2-1なんで、まあサクッとね、あと2戦消化しちゃいたいな。はい、よいしょ。というか、あの相手の先手分はほぼ無理っぽいね。まあ、除去ないとやっぱきつい。全除去を使えないとやっぱかなりきついね。こっちがしのげないから、もう結構いいハンド。両ハンドでは。うん。これミドタンガルタっぽいね。ミドタンガルタ。コンボ速攻で決めに行くか。土地やな。コンボさえ決められれば。お、コンボ決まっちゃう、これ。決まっちゃう、これ。決まっちゃうのでは。69。ガルタはまだ出てこないね。うん、びっくりした。 ガルタ出てくるかなと思ったけど、まだだった。はい、ひえー、すげえな。まあ実は結構大丈夫そう、これ。天使を落とせるから結構大丈夫そうな気はしてる。はい、これあれか、するか。多分顕在的防御だよね。こんばんは。最近増えてきたバリスタ入りですか。そうです、バリスタ入りです。これはまあ、もうバリスタが、いや、バリスタはいらんな。はい、あった。はい、そらそう。
さすがにね、メイン相性いい。助教ね、いっぱい入れとけば、バリスタも多分効かねえんだけどね、これ。アスカント減らして。まあ、なんか、追放除去いっぱい入れときゃなんとかなるんじゃ。追放除去別にあんまいらんのかな。なんか、助教いっぱい入れとけばなんとかなりそうな気がしてるんだけど。とりあえずコンボを目指せばなんかこっちの方が早そうだから、まあキープキープ、はい、おコンボ揃ったコンボ揃いましたななんとですね、コンボがですね、揃っちゃったんですよね。ファラオやね。こっちやな。あ、ブロントドン。ブロントドン。はい。いいよ。勝ったな、ガハハ。まだやけど、ね。これな、別にもうギフトいらんしな。多分いっぱい土地出した。そうそう。どうしようかな、これ、こっちか。ああ、ディッチャか。スタックで割られそう。ディッチャ、ディッチャだった。まあ、ディッチャだったら一緒やな。ディッチャだったら一緒ですね。うわ、これきつい。え、これは多分勲章までいかれるね。勲章がないと負け。置物破壊にはうるさい緑。そうね、止めても、いや止めたらワンチャンある。一応止めたらワンチャンあるね。あー、これは負けだ。はい、負け。ゴリゴリ壊れたね。これ実はキャットはいるのか。バリスタいらんな。え、まあ、ディッチャーは入るよね、そら。ほい。まあ、だから本当にゴマナの飛行生物までつなげたいね。まあ、3戦目に先手取れるから、いやこれは1枚取っちゃったらな。キープ、こっちの方が。エンチャと茶を許さないという意思。うん、バリスタ圏外の生物多すぎな相手。そうね、まあ、こういう相手にはまあバリスタ全部抜いちゃって、あ、相手ってあまりしてんな。トップでいいか。おお、なるほど。ゾウまで入ってんの。ああ、そっか、乗り逃げできんのね。あ、普通にゾウ出てくるのこれ。
土地もらって、はい、終わり。まあ、さっきと比べるとね、スピードは、おお、そんな入ってんの。へえ。あ、押し落ちた。そう、三個の礼。すげえ、五点。重いな、五点。ね、おや、まあ止めれるからまだマシか。格闘除去以外はないから仕方ない。3734、よし、まあまだ全然いける。はい、遅かった。よし、耐えた。まあ、相手もねダウマリだったから、こっから耐えていけば。うん、実際これかなりマニアックだね、格闘。手札茶破壊まみれかな。あーかもね。まあ天使ビートはやっぱ強いよね、サイドゴン。往診サイドゴンなんかずらしずってか、あのはそもそもねダウマリしてるから相手きついんだよ、ね、その時点で。これは踏みゲートもらっ、いやチャートコースでいいか。これはこっちでいいよ。次確実に使おう。一個はもらっとくか、勲章。おまんな。おーん、おーん。なるほど。普通に出しとくか。ソブリン消せるやん。うん、まあ、消せるけど多分こっちでいいな。さ、とりあえずこっちでいいよ。うん、かなり引いた割に手札弱いな。うん、そうなんだよね。そうなんだよ。はい。森へお帰り。引いたけどな、どうしようかな。一回釣っていいか。釣ってダメだったら普通にあれで、でも死ぬのかそれだと。一回勲章打たないと死ぬこれ。ゾウ手札に帰っていったシングサ。やらないと死ぬねこれ。バッドリ怖い。うん、まあ、全然割られるのはいいから。
よしよしよし。土地は置いてないよ。じゃあ普通に天使出したけど多分大丈夫。はい、あ、これで大丈夫じゃない。うん、ガルタ、はい、どうぞガルタくんどうぞ。あ、墓地行くよね。はい、こんばんは。はい、どうも。あ、水タンガルタですね。はい、うん、はい、まあ勝ちやろ。おお、なるほどね。延長破壊ばっか思ったんだね。はい、でこれ定ゼロだから、まあ何されても勝ちだね。はいはい、まあ危なげなく勝ちで、最後31で5戦目です。31からの5戦目。これ終わったら MOCS でね、上位に残ってたデッキをどれか回そうと思うんで。先手。まあいいか。はい。キープしちゃうんすよね。アンケで決める？あ、そうですね。アンケで決めようと思います。3つあるんで、その中からアンケートで。基地の維持があるとね、大体キープしちゃう。先手だしね。きちいよね。そう、基地の石、この一気の基地の石は本当に強いからな。捨てるっていうのが、普通にシナジーを形成してるんでいいよね。捨てる行為がデメリットにないってなってないっていうところがやっぱりで、2枚捨てれるのも大きいよね。2枚捨てたい時あるもん、やっぱり。遂行。前見きた。はい。LED 相撲91へのレス。おお。みんなには見えていないこと。LED さすがにデメリットじゃない？永遠の時はあれか。どうか。勇者はまあ別に。まあ残してもいいか。さすがにドレッジではないので。それな。はい、翡翠光どうぞ。フェニックスを見た。フェニックスが見えましたね。はい、フェニア君ですか。空虚自信を。あ、殴んなかった。マジか、ラッキー。ジャーズカントを置きます。まあ、次ブロックですね。お、フェニックス殴れねえんだ今。
フェニックス出ない、出ないんだよ、うん、アブレードあるか、アブレードあるな、さすがに。もう変身できるけど変身はさせない。ドラゴンなら別にいいしな、これドラゴンなら次リファービッシュで結局天使釣れるんで、2体止めてみるか。はい、ローカス、ずっと考えてるよね多分。はい、でここでもう相手がね、そう僕はもう持ってないっていう、持ってないっていう、え相手、あいいのか、はい、相手間違えちゃったねこれ。天使もな、天使はいいか、もっとか、はい、置物の紙まあでも場はね完全に勝ってるからね、これ。あ、はい、大丈夫です。フェニックス出すでしょこれ。はい、大丈夫です。 OK、 満を持しての はい、はい、なんか綺麗に勝てたけど、この相手もね、両親の剣が効くんだよね。どうやったっけな、入れ替え。よし、1枚でいい。はい、あんまよく覚えてないんだよ。行くか、行くか、揃ってっしゃん、揃ってっしゃん。王神石力との相性どうです？あんま良くないよ、あんまり良くないです。やっぱりあの剣道将来が強いよね、カードとして。あ、いいの引いた、いいね、このカード好き。剣道将来がね、やっぱりカードとしてかなり強いんですよ。じゃあいいね、この領事の権限が出るとだいぶ楽になる。このマッチもね、天使は普通に出した方がいい。で多分混ぜられるんで、次多分混ぜてくるけど、まあまあ別にいいよ。
通に引いてしまった。はい、うん、まあ別に殴ってこなきゃかわ、あのドラゴンがね速攻で殴ってこなきゃ可愛いもんなんで。これまた剣道長類かな。3マナ2マナ3マナ、ああ、ボントンね。はい、はい、なんでもいい、別にこれは特に問題じゃない。2枚もいらないけどね、両親の剣が。1枚でいいんだけど。あとは捨てるカード欲しいね。基地の勇者か、航路の作成を引ければっていうところなんだけど。はい、アブレイト。火。次、航路の作成から土地って引いてくるのが一番強いんだけど。そううまくはいかないけどね。これなあ、どうしようかな。普通に置いてもいいな。ここか、はい、行きましょう。お、いいの引いた、めっちゃいいの引いた。これはこれめっちゃいいな。この引きはいい。神、あれ、それスタックだったよ、ったね。これ混ぜられるか。こうなるともう一回混ぜられる。うん、こうなると全然良くないね。ってかなりやばいね。勲章、あ、いや、いっちゃいないと。再び。これで止まるかな。ただ相手がね、結構ハンドが土地止まってるからスペルなんだよね。そこでまあ何を持ってるかなんだけど、まあ、結構除去クリーチャーそんな出してこないから除去ね結構持っててもおかしくないよね。フェニックス、落ちに落とした。やっぱ5枚目の土地探してんのかな。これ殴れないみたいな。よしよしだけど、よしなんだけど、こっちもね土地止まってっからね。このもう1枚いや、これねマジでこれのおかげですげえ頑張ってる。ドーナツまた来た。ここのロナスね、やばいね。するものがない。うん。あ。いらんな、これはもういらんな。次普通に天使出しそうだから、
ていうかこれ負けそうだね。そのそのまま負けそう。あ、待って、めっちゃ打つやん。え、そんな打つ？そんな打ってくる？これミスったな。分割カードきつい。くさ。ほんま、いや、めちゃくちゃ打ちてくるけど。そんなことあるかね。落ちたいないデッキは潜り。勲章、勲章ないと負け。ユジさんの用意しておくね。おっす。勲章、また服に来た。負け。はい。ちょっとな、イカれすぎたな。実はバリスタ結構効く？いいか、まあ、このままでいいか。よし、このままでいこう。猫が意外と使えるかもしれない。うん、いいか、このままでいこう。キープしちゃう。剣道将来きついね。うん、剣道将来はねかなりきついカード。まあ、仕方ないけどね。1枚ネゲート入れてもいいかもね。あれはまあかなり弾けると。あのすごい場合が有利になるから剣道長来を普通に入れるやるのはありかも。サイクリングが土地が他に4枚あるからサイクリングが残そう。はい、2枚目引いたらまあ普通にサイクリングするけど。お、いいね。よしよしよし、一番欲しいチャンピオン引いた。あーよかった、スカベンジャー墓地に落ちた。ラッキー、落ちなかったんだね。じゃあスカベンジャーきついからな。普通に土地が止まってたんだろう。それはありがたい。持ってるからね。このままでいいか、サイクリングしよう。はい、大丈夫です。はい、相手動き弱いね。土地止まってるだけあるな。土地止まってるから動きに迷いがないだけだから、まあそんなに怖くはないね。これは
プレイ、おお、なるほど。はい。お、いいの来た。はい。うん。まあ、土地土地って捨てていいよね、多分。あまり砂漠土地は入ってないから、うん、はい、あ、ちゃんとか、はい、次なんか来たらラスを打って、フェニックスだったらラスを打ってもいい、はい、ラスを打ってバリスタで潰してかな、で次永遠してうわっマジか、それめっちゃきつい、おい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 、持ってたんかな、持ってとしたら相手うまかったよ、どうしよう、とりあえず1分ので落とすか、いやこれブロックして気づいた気づいた、ってことは相手ないね、ないね、ってことはもう一枚はないから。何も落ちなかった。はい。何も落ちず。はい、ドラゴン。え、落ちないんだけど何も落ちないんだけど、オーシーン落ちんかどうしよう、これつらいな、バリスタ釣れるね、おお、いやこれな負けやな、多分ちょっとな落とす行為が特に今何もできてないから
お、そっちか。はい。あ、そうだね。天使落とす。お、天使天使か。じゃあ2体ブロックで一応落とせるから、まだまだ目はある。これ天使じゃなくてあれだったらもっときつかったけど。うわ、解決にはなってないけど、まだまだ前、まだマシ。うわ、1物足りねえ。削ったせいで足りないんだよね。あ、負け。はい、負けでーす。まあ、でも削ってないと引けてないからもう仕方ないな。はい、負けました。チェストもいっちゃうか。チェストもいきます。ちょっとたどり着くのが遅すぎて、あ、40pp、まあ、40なら普通にね、チェスト売るより高いんでまだマシ。はい、で次がちょっと使う候補がですね、さっき今負けた、まあモンスターっていうか恐竜ですね。あ、赤身と恐竜か。次スルタイヘビ。あれいっぱいだけど、いっぱい見てたらね結構たまるよね。はい、でスルタイ、まあミドクロタッチ、肌の通りんですね。本当に青要素がこれとスカラベ1枚しかないんで、か、青黒ミッドレンジ、どれかを回そうと思うので、アンケート取ります。アンケート取ろう。はい、はい、取ります。どれ使う。出題します。出てる今。テストにアバター入れたやつのところにクーヤンが殴り込むらしい。ちょっとトイレ行ってくるんで、戻ってきたら、アンケート終わります。トイレ行ってきます。はい、戻ってきました。やります。115へのレス、みんなには見えていないコメントだよ。はい。恐竜人気だね。スルタイヘビ全然人気ない。はい、じゃあ、三鷹恐竜回します。はい、ね、恐竜が一番新しいもんね。確かに。恐竜回します。スルタイは事故る。まあそれだけ確かに事故る。じゃあ恐竜回します。本当に恐竜だね。まあここら辺墓地帯結構強いし、男の子は恐竜が好きなんやで。ハートこれね、実は僕がね全然好きな、好きじゃないデッキタイプなんだけど、まあいいか、とりあえず回そう。全然好きじゃないんですよねこれ。まあ使うのにあれなんだけど、こういう系のデッキね苦手なんですよね。まあ、使ってみよう。赤緑は主人公が使いそうなカラーだよね。へいへいへい。何が嫌なんです。なんかね、できることが、なんか引いたカードを使う要素が割と強いかなっていう。なんかできることが、小回り効くデッキの方が好きなんですよ、僕。細かい選択肢が多いデッキが、まあ、好み的になって。もっさりしてるよね、叩き。そうそうそう、別にそれだけではないっていうのはもちろん分かってるんだけど、ちょっとね苦手ですね。赤緑モンスターも嫌いそう。ああそう、全然好きじゃない。とか細かいドロー欲しい。そうそうそう、
アグロだともっと軽いデッキの方が好きなんですよね。お、同型か。これ土地探すだけだからなと。よし。マルドー好きだよね。プトの結果見ながら。お、お。マルドゥ、マルドゥは好きですね。はい。まあ恐竜もらってもいいな。レギサウルスもらうか。土地あるし。先手じゃなかったら死んでんな。これマジ同型じゃん。これミラーじゃない？マルブのことはエスパーに聞け。現環境の 4C エネルギーこれミラーやろ。練習で変な回り方するとマルブ持ち込んじゃうし、高速警備車が入ったりするんだ、うん、そうな。ちなみにあのワルドはみんなに止められてましたよ。一応言っとくけど、あれは周りに止められました止められたんだよ、あれ止められたんだよ。くさ、恐竜デッキってどこが強いん？うん、まあ、ガルタじゃない。そらそう、笑ガルタ速攻出した強い。なんで忠告聞かなかったの？龍二しか使ってなかったな。そうだよ、あんな使つ他にいねえよ。いけるかなと思ったんですよねって。いけるかなと思ったんだよね。高速警備車は強い、強い、実は強いデッキだからリターンは大きそうではある、うん、うわぁうわぁうわぁ。うわぁ、アイギ越え、メインからいるの、わら。そうだよ。その頃ってアブザンが強かったんでしたっけ？そうね、アブザンが強かったやつです。まあ、頼む。次ね、ガルタとかトップするか。そう、あそこでね、確立されたね、ジェスカイザーアブザン。頼む。頼む。こらえてくれ。サイとサイが殴り合う環境。そうそうそう、ジェスカイの魔除けが好きでした。あ、ジェスカイちゃんもね、選択肢多くて強いか、いいカードでしたね。相手めっちゃ困ってんの。これスプレー、これはね、アブレードじゃなくてスプレーだったら超強かったんだけど、11点バチコーンって入れてはいって。もう、ブロックした。よし。まあ、ブロックされたらされたで全然問題ないから。あいつのクロックが下がるからね。これ向こうもレギサウルス出てきたらやばい。ケンラ赤身とと。まあ恐竜デッキだからね。まああの速攻、速攻のレギサウルスを強く使おうっていう感じなんじゃない。フェッチ。ここでね、ガルタ引いたらドーンで。フェニ強いから。あ、また来た。またつかめんじゃ来た。フェニ強いかな。うわ、ロナス、ずりー相手だけ。相手だけロナスずるくないですか。マジか。つら。切り裂き君かわいそう。
ここででもガルタが来ればドーンで、ガルタが来ればドーンなんだけど、色がば環境は嫌です、特殊と縮めカードくれ、うん、これきついな、どうしよう、66赤い恐竜袖から出して66入ってねえからな、廃墟の地っていうモダンでも使われる強カードがあるじゃろ、あ、めっちゃいいの引いた、完璧やんこれ、え、これ完璧ちゃう、完璧な回答やめて、やったね、ちょうどのドライアド、わらびっくりした、100点のカードだってね、ガルタの次にいいカードだわこれ、ブロックしたらサクハクに変えます、いや変えないよ、変えない変えない、別にブロックされたら結局21効果になるから全然それはいいんで、絶対に剣道長来は使うけど、その分割さっきから強いな、前世の記憶、いやそうね、いや剣道長来はねかなりいいカードだよ、ストラグルサバイブって名前もかっこいいよね、あそれ、はい、いやー耐えたー、はい、すげえよかった、このカード今すげえいい、いいわ、あーレギタル出てきた、はい、まあ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 別に大丈夫です、まだまだ大丈夫です、まだ参ります、ケントラバカード名に入るカードは全部強い、豆知識な、うん、そうなんだ、ローメインから対策できる時代ひどい、耐えられるか、うん、次7点飛ばせば勝つから、はい、帰らない卵シュール、ジムールの剣ハトラこれはまあ結構見た目耐えてるけどね、相手のトップが何もなかったら、まあ、見た目耐えてる、で相手もこっちのハンドがそのサクハクっていうのは分かってるから、ハシェプのオアシとどれに使われても、あれブロッカーにはなるから結構鬱陶しいんだけどね、うん、相手もサクハク効かなきゃ、うん、ストラグルかサクハクだった場合はちょっとあれだけど、ストラグだったらもう多分売ってるもんな、でこいつスカベンジャーがね、結局墓地に何もないと3人で殴ることになるから、これね、見た目勝ってんだよね、カシェプをどこに使っても多分死なないから、うん、考えてるんかな、167へのレス、みんなには見えていないコメントだよ、多分大丈夫、
ああ、なるほどね。はいはいはい。負けそうだしトイレ行ったんちゃうか。ちょっと鬱陶しくなった？で、これ殺して止め止め止め。あ、こうか。鎖国だった負けかな。こうだね、うん、はい、で、危なっ、はあ、よかったよかった。いや、さっきのね、剣道長来が100点の引きだったね。これ何入れんだろう。え、入れるカードわかんねえ。これ何入れんの？え、マジでわからんけど。モンスターズ感入れて気持ちよくなりたい。そういえばブムってエイプリルフールに勝ったんですか？あ、エイプリルフールはやってません。はい。確かにね、モンスターズ感はちょっと入れてもいいかも。あれか、スプレーもちょっと入れるな。スプレーもう一枚入れよう。自分が嫌なカード入れればええやん。いや、わかんないんだよね、何が嫌か。これ多分いらんやろ、ブロントの。ブロントの別に強いけど。今年はその引き取り手出てこなかったのか。ないんだ、なかったんだよね、残念。タイラントね、結構強いかもしんないけど、まあいいや。まあ、キープキープ、はい、ガルタ君おるやん。タイラント走らせて気持ちよくなろう。うん、まあ、それもね、確かに結構気持ちいいけど、はい、次も出すか。出してこれでアドバンテージを取りに行こう。別にいいよ、受けてやろう。はい、うん、あ、ストラグルサバイブだって。だってを。はい、どうもこんばんは。いらん。はい、お、フェニー引いた。いらんぞ。ここでストラグル打ってくるかな。はい、わたり。あ、でもこれ止めないとしゃあないよ。いらん。ボトムに送ったのにまた引いちゃった。さて、フェニックス出して耐えるか。いや、これあれか、こっちか。
ある？ 2 枚目。よし。よし、耐えた。よし、耐えた。これはいらんな。今はいらん。どっちが欲しい。耐えた。よし。またストラグル。はい、さあ、やっぱアドやな。うん、いや強かったねこいつ。頑張ってるわ。このマッチガルダ出てきたらどうやって倒すの。いや倒せないと思うよ。もう倒せないんちゃう。12枚土地並べよう。なるほど。そら自分もガルタ出すんよ。はい。2マナ12は最高やな。うん、さすがに強いね、ガルタくん。ガルタくん、ガルタくん、ガルタくんは愉快だな。誰も超えるマナレシオ。いやほんまね、12時トランプルあるからな。トランプなかったらクソ弱いんだけど、うん、バケモンにはバケモンぶつけんだよ。誰も粉々に蹴り飛ばされてそう。確かに12、12だと。まあでもタルモン3体いたら止まるけどね、基本的に。3体いると止まっちゃうね。ミラーハやるとサイドに赤タグミ技かな。ああ、確かに赤攻撃あるとね強そう。レインホロエモン場のパワー総合計が足らないよ。じゃ今ねブロッサリングディフェンスで一旦耐えたのが良かったね。うん、これで耐えれたのがかなり大きかった。もう圧倒的ですな我が軍はみたいな。さあ困ってるけど、心臓麻痺。チェーン、僕今これ殴りすぎたと思って、別に殴らんでもよかった。キランゴーだけ殴ってもよかった。ロナツは普通に立たしててよかった気するね。別にもうなんか抑えてれば勝つから、うん、負けそうじゃないこれ。ハンドはストラグルでしょ。あ、じゃあ大丈夫か。別にここでガルタを失っても大丈夫だから、これでいいか。はい、しかし勝って、あれ剣道中は 打てなかったのか。分かった。はい、
そうか、剣道将来裏打てなかったのか。じゃあ普通に勝ち。はい。なんか何事もなく。函館のライブ行きますか。函館のライブね、BMO 前日なん、BMO は被ってるんで行けないんですよね。金曜日のライブビューイングだけちょっと余裕ありそうだったら見に行ってもいいって言われてるんで、チケットはね、ライブビューイングのチケットだけ申し込みました。はい。でちなみに大阪落ちてます。大阪1日目落ちてるんで、連番をね、誰か入れてくれる人を探してます。まあ次当てればいいんだけど、一般で。じゃあホームページ選考か。ホームページ選考当たるといいね。かわいそう。はい、仕方ないね。まあさすがにマジック予選だから。まあ、BM 終わりね、沼津をね、粟島の、奪い取ろう。いや、本人確認あるから。沼津は謎解き行ってくるから。粟島の。あれ、超楽しみにしてる。そう。何をする気様ら。で、あれなんだよね。僕はいつか、あさっての4月5日誕生日なんで、なんかそこでね、ちょっと友達、この前も聞いた気がする、言った気がする、結構言ってる。前のライブチケットを手に入れたぞ。え、マジで？あ、入れないの、びっくりした。おっす。で、あさって誕生日なんで、あれなんですよね、誕生日放送と聞いてしないよ。誕生日多分堀井さんがするんじゃないかな。そう、欲しいものリストをね。最近下がってるね。うん。この前仕事で沼津行ってきた。あ、マジで。欲しいものリスト何かもらえた？あ、もらえたんすよ、実は。そう。欲しいものリストの落ちて、まあ全部ね、僕はいずれ買うもんだから、もう普通に高いやつ入れてんだけど。あれです。そうですか。僕の誕生日は徳川家康と一緒なんですよ。サンシャインウォーカー2が送られてくるみたいで、ちょっと楽しみにしてます。住所見えてますよ。おっと、よくない。住所見えてるのはよくない。危ない。あ、別に、あ、よかった。そこまでか。よかった。ギリギリ特定はされない範囲だ。あっぷね。あっぷね。お誕生日おめでとう。はい、ありがとうございます。セルフ開示。見逃したからアーカイブか。感謝してな。ストーカー詰めかけるやつ。別に特定されても何も起こらないよ。わら、これはストーカーが来ますね。住所見せるのはプレゼント送れってことだよ。対比送りつけなきゃ。てか別にね、そんな困ってないんだよね、正直。てか郵便番号まで出ても、てか僕結構最寄り駅まで言ってるからね。大体ね、言ってるとこ、どこ住んでるかって結構言ってあるし、言ってるし、なんか別に本当に家の部屋が特定されなければ大丈夫だから。そう、結構この載してるんだけど、ま、基本高いもの載してんだよね、自分で買おうと思ってるから。オフ会にも人来ないのに家に来るわけないだろ。そうだよ、うるせえ。甲子園の近くです。有事宅に大量のコンポストが送りつけられ、黒使いがなく、正直顔も名前も公開情報してるしな。部屋特定されても大丈夫でしょ。いや、特定されたらね、万が一があるからね、よくわかんないけど。別に部屋まで公開する必要はないからね、特に。そうで、なんかそのサンシャインウォーカー2がね、送られてくるみたいで、超楽しみにしてる。はい、先手ユーマ JPN、 これ日本人やな。 JPN って書いてるもん。うわ、たまり。JPN って書いてて日本人じゃないはないだろう。はい。マリガン、ダブマリー。まあいいか。はい、知った。はい。これよく見たら、水耕も入ってないんだよ。221へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。放送見ながらやってますね。まあまあクソ野郎やな。はい。え、だる、なんか、いや、いいけど、別に。放送見ながらやってますか。はい。ハンド見ながらやってる。あ、はい。めちゃくちゃでくさ。わらわら。はい。
まあこのダブマリは普通に負けそう。なんか普通にだるいけどな、なんかそういうのをね言われるのはまああんまりよくないよね。はい。さすがにコメントしたら切ってるやろ。しょう、なかなかワイルドやん。ゴールディングしながらやってるとかよく堂々と言えるな。すごいね。放送プレイヤーの宿命。いや、まあ嘘食いと当たった時は、放送中にね、エモーセガ中か。偽物でしょ、わら。どうだろう。あ、別にどっちもいいけども。おい。サンクション。さすがに偽物か。そらそ、そらそう。そんなやつおらん。だってこれが超強い。これだったらば、アンカミリュウジ伝説がまた増えてしまう。ひぇ。続いたらしきーな。土地。あ、でもいいや。はい。あ、じゃあ僕も放送見ながらプレイしてます。おっす。これは、これめっちゃいいんじゃない実は。強いやつ。ね。リファービッシュ捨てすぎて草オオカミが埋めたメイン。うん、メインが埋めたしてるよね、ほんと。ブンブンやな。よかった、ダブマリからね、すげえ動き強いね、これ。こんな強いかって。リファービッシュ。オープンじゃ辛いだろうな、このデッキ。うん、多分かなりきつい。4枚捨ててるからね、リファービッシュ。これは辛そう。はい。そっちでしょ？じゃあもうガルタが走って勝ちなんだよなって。待って。ごまな。ちょっと待って、これこうか。プロントドン君はやっぱりサイズおかしい。気持ちいい。うん、はい、さすがに強いな、これ。ドスこいてきたけど。はい、勝ち。ガルタに速攻は犯罪。ガルタ速攻はさすがに、ね、犯罪やね。さすがに強かった。こんなことがあっていいのか。これ放送見てそう。わら、ドスコイ。ドスコイってきたけど、どうだよ。別にいいけどね、どっちでも。速攻は犯罪。放送ヘビーユーザーじゃん。知り合い？いや、全然知り合いではない。知らない人です。火災動き強かったな。これは見てますね。どうだろう。いや、別にどっちでもいいけどね、もう。そんなに困んねえから。ボーナス1でいいや。トウモカーネジタイラントも別にそんな強くないし、ダブマリからね、今のすげえ分回りとかもあるから。関係ねえ、引きせばええんや。いや、まあ多分この人じゃないでしょ、多分。さすがに見ながら、見てるのに見ながらやってますとは言わないよ、さすがに。黙って見てる可能性はまああるけど、その放送知ってる人とかが見ながら見てますっていうやつはさすがにいないから、だから偽物だとは思う。はい。チャンドラね、実は結構使われて辛いから入れてもよかったな。はい、ハンドは良い、悪くない。
てされてもチャンドラは残るしね。そうそうそう、だからサイドはチャンドラを入れるべきだったね今の。フェニックスでカバーしてるの強いな、ね、あやっぱちょっとチャンドラいるべきだったね。チャンドラがその本当に群青だけで対処できないっていうところかなり強みだから。はい、ほい、まあ、相手後手後手に待っておらんのが一番いいんだけど。助教ね、だいぶ入れてくるから。はい、そう、こういうのがあるからやっぱちょっとねチャンドラ入れる気でしたね。ちょっと引きが辛くなってきた。これね、結構辛いね。土地欲しい。うん。これは2体だっけ。ちょっと土地欲しいやから。それ。次ね、でもガルタ引ければいけそうな気がする。こんなサイドなしでも勝てるデッキだしな。そう、あ、マジか。あ、まあそっちはね、そらそう。はい。まあ絶対止めないもん。ガルタ。はい。なかったでーす。止まっちゃったんだけど。今ガルタ引いたらね、すげえかっこよかったんだけど、うわーこれきつい、これはきついな。さあどうしよう。もう次だって土地引かれたらチャンピオン帰ってくる。これ負けですね。はい、ちょっと土地落ちでしたね。あ、ストラグルあと行ったんか。フェニックス落としとけば耐えてた。まあ、あんま関係ないな。はい、チャンドラ2枚も出し入れて、エギサウルス1個の、土地しか引かんかったな、ほんまに。マジで土地だったね今の。4マナ1枚減る。いや、フェニックスいいか。エギサウルス1枚減らそう。はい、これでガルタはね、やっぱり残しときたいよね、4枚。ボウ君は入れないんですか。僕別にいらん。あ、でもな、あれか。あ、はい、入る前に終わっちゃった。あの天使とかいるから入れてもよかったのかな。土地引くか分からんけど、ちょっとあんまキープしてみよう。マナさえ引ければ結構いけそうなんだけど、土地さえ引ければいけそうなんだけど、これは怖いな。うん、結構きついハンド。向こうも青マナがない。頼む土地。ああ、ああ、やべえ。あるよね青マナ。そらあるか。はい、あ、おっす、頼む土地。押ししたら土地。おし、
ここで引くならまだ耐えてる。まだ耐えてる。しかしなあって、はい、まあ、そらね、まあまあ土地があるだけマシか。はい、欲しかったのは緑マナだから来ただけマシ。最低限、うん、そうね、はい、どうしようかな。ここでいいか。はい。まあ最低限で。やっぱね、領事の権限効くね。さっき使ってて思ったけど、だ結構このブロントドンはもう領事の権限を割る用で使う可能性が全然あるね。てか多分そうしそう。頑張ってます。はい。はい。墓地は綺麗にしないとね。うん。ラス撃ってくるかな。恐竜強いんごねえ、うん。しにくいやん。しにくい頑張ってるよ。ただ、ね、向こうハンドね6枚あるんだよ。向こうのハンドがね6枚もあるんですよね。順調かな？違かった。はい、そっちか。はい。そっちか。まあならいいか。これはもうこっちか、普通に出すか。はい、別にラス打たれてもいいから。今往診使われても大丈夫だしな。
あの天使いなくなると同時に墓地からも消えてくさ。そうだね。はい。さてどうしよっかなーっていう。これまあ普通にブロントドン出すか。うん。ヘーストタップって、ヘーストただしタップ。ラス持ってんな、だろ。まあ、ラス持ったれてるのも別にいいか。もう領地の権限割れるし。はい。追放除去、はい、そこそこお得。いやまあなんかありそうなのは思ってたけど、はい、だったらこれ構えておくべきだったかな、うん、ここでガルタ笑う。今一番いらないガルタがね、ここにありますね。あ、マッツ。いけてまうもんな。いけてまうもんな、これ。ひえ。これまあまあ辛いね。ガルタはブレが激しいな。うん。しゃあないしゃあないんだけど。混ぜるか。ドスコイ、ラスゴ入ってるデッキは辛い。うん。相手復旧抜いてるね、多分。多分ね。抜いてたらでもね、多分今ハンド残すと思うんだよね。抜いてたら多分往診残すと思うんだけど。はい、はい、とりあえず出した。とりあえず出したけどみたいな。はーい、はーい、押す。まあありますよね。まああるよねって。悲しみ。まあ仕方ない。はい、気合いまみれ。うわ、場が場がさらに。ギリギリ耐えてんなこれ。死んしまっちゃうおじさん。はい、インベーション、あー基地か、はい、基地はだるいな。
はい。これ負けやん。そんなんされた負けやん。しまっちゃうおじさんデッキ変えて。これはしゃあないっす。負け。はい。フェニックスをね、束縛されたところがね、ちょっと下手でしたね。普通に。領事の権限をね、別になんかそこまであの場では効果なかったから、普通にブラスミングディフェンスを構えるべきでしたね、あそこで。そうするとちょっとマシになったかも。こんだけやっても負けてまう。ちょっと下手だったね。一番いいのはやっぱ土地があることなんで、インスタントタイミングでその除去できるっていうところがね、やっぱ欲しいんだよね。今みたいにその墓地に落としてすぐ永遠するっていうのがあったりするから。はい。キープ。はい。クリーチャー欲しいけど。ラフ入ってる相手にキラン抜かん方がいいのでは。確かに。そうだね。それはその通り。賢いよ。それはその通り。インアウトね、まあ、ガルタはいらないんだろうね。いや、分かってたけど、ガルタはいらないよね。使いたかったから使ったけど。これ、往診かな、また。また往診泣きすんな。方針は落ちない。狼デッキ大人気。いや、ほんまね。次考えたら別に出してもいいな。別に大丈夫。どうしようかな。スカベンジャーもらっとく。メインにラス入ってない想定で。もしですね、来年です。来年3月とかな、確かそんぐらい。そうです、結構先だよ。ユーアは恐竜以外のクリーチャーも選べたら強かったのにね。それは強すぎだよ多分。それはまた禁止カードなってまう。それな。
より強そうなカードはさすがに289へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。はい、はい、はい、次ガルタ走れればね強いんだけどっていう。今までなんかあるかな。あ、ないか。はい、ラス号がなかったらもうこれで多分勝てるんだけど、ラス入ってるかどうかだね、メインから。今の主流のリストだと入ってないことが多いんだけど。はい、これはないね。はい、分かってたんだけど、ガルタを抜こう。真面目にやろうじゃ。はい、あんまり入れないんじゃないかな。うん、そんなに多分入れるかはないよね。レギサルスもそんなにいらねえから。これさすがメインガンメタ。うん、一番いくか。実は多分ね、これ結構強そう思ってんだけど、図鑑はねちょっと入れて良さそうなんだよね。正直ロナスより図鑑の方が強そうだから。一番だけ入れよう。フロントドン大好き、ペットにしたい。キーいっぱい。はい、半年ぶりに無徳復帰して放送したけど、ユージさん髪伸びたな。広い敷地があるんやな。半年ぶりか。そうだ、だいぶ伸びましたね、僕。確かに。かなり伸びたね。プランニング。はい、チャンピオンが落ちた。はい、土地。あと土地引けばね、結構。すげえ。坊主やめたの？坊主やめましたね。はい。なんかもういいかなと思って。まあ、もうそろそろいいかなと思って。結構ね、長いこと坊主にしてたんで。まあ、5年近くかな。まあ、5年近くやったんで、そろそろ伸ばそうかなっていう。はい。ブムリベの初回以来？ああ、確かに2回目からもう坊主にしてたんか。確かにね、そう言われるとそうだわ。それ以来。はい、そうです、それ以来です。はい、めっちゃ落とすよ、兄さん。
この墓地利用許さない感じ。ラブライブサンシャインワルケアに送ったよ。あ、どうもありがとうございます。めっちゃ嬉しい。いや、あれ使ってちゃんと沼津行ってきます。あれを持って行ってきます。いや、本当にありがとうございます。いや、自分でね、あのリストね、全部自分でいずれ買おうと思ってたリストで、サンシャインウォーカーはね、近々買おうと思ったんだけど、いや、すげえ嬉しいっす。ワンがね、かなり良くて、本当に結構いろいろ書いてあった。BMOはね、僕会場いますよ。カバレージの仕事してます。BMO はいつも僕カバレージやってるんで。うわ、フェニックスには落ちるのしんどいな。やっぱりちょっと減らすから減らしていいんだね。本当に土地としてしか使えなくなってしまうから、ちょっと恐竜減らしすぎちゃいけないんだよね。学びを得た。あれでね、混ぜてほしいね。デッキ混ぜてほしい。廃棄の地で。はい、これ4枚目やね。4枚目の基地の勇者。はい、お、なんか良さそうなカード引いた。はい、相手の騎士の勇者はもう4枚いなくなった。シートン1枚が刺さりそう。BMO はね、まあ普通に会場にいるんで、まあ、たまにね、多分うろうろしてると思うんで、なんか声かけてもらえると思う。あ、そうですね、エターナルウィークエンドを意識したものに結構なってますね。あ、白物煮込みがなかったのかな。はい、まあ、別にそれは全然大丈夫だ。上で生きすんな、はい、2枚引いた。ここまでね、自信満々に多分殴ってこられるとブロックしづらいんだよね、相手も多分。お、止めに来た。うん、チャンプ。そうだ、そうするよ。はい、今のね、今のが正しいブラフアタックです。今のがよくわかるブラフアタック。2枚目のディフェンスいらないから下に送った方が結果的に良かったけど、個人的にあんまり防御いらんかったかなって気もするが、どうなんやろ。うん、いや結構怪しかった。いや、どっちだろうなと思って。いや、1枚ね、うん、あ、そうそう、それでアズカンタを包みました。はい、あ、いいねいいね。これ実際持ってるからブラフではないので。は、確かに。それはその通りだ。残骸の漂着。はい。
今いい感じで引いたけど、肉の方が欲しいかなって。確かにそれはその通り。これどうしようかな。はい、もういいや、取らしてやろう。普通に相手ブロントなんでよかったと思うんだけど、ね、これめっちゃ効いてるな、この動物系めっちゃ効果あるな、これいいわいいわ、これ動物系くんやるね。に位置交換されるの嫌なのでは、うん、ケアしながらケアしながらでいくと結局どっかで持たれた場合やられちゃうから、もう早いうちに使い回しちゃうっていうねプレーもありなんだけど、まあ難しいけどね相手ね。ちょっとフェニックス通ったのいいね。うん、騎士の勇者をねすぐもう4枚なくなってるからそれがきついよね。相手勇者がないっていうのは多分かなりきつい。うん、はい、私はそう思います。でネゲートね持ってないの捨てちゃったからね、ハンドね多分結構強いと思うんだよね。ネゲートを捨てるぐらいだからそこそこハンドは強いとは思うんだけど、でもね1枚はねこの中盤以降はネゲートかなり刺さってくるから入れとくべきだった。あのハンドからね捨てない方がいいとは思うんだけどね。まああっちのハンドはちょっと分かんないから何とも言えないけど、そうネゲート持ってたらなんか変なアタックでも2体ブロックっていう強気に、ね、いけちゃうんで、相手の除去ってそんなにないから。キチの回転率もアド取りも兼ねてるカードやからね、うん、そうだね、キチちょっと捨てすぎたね。はい、はい、これ上でいいか。はい、土地はねいくらあってもいいんですよ。これは今後図鑑2枚目もいいねやば。うん、いやちょっと聞くかどうか分かんなかったから入れてみたんだけど、まあいいね、あいいわいいわ、2枚目も入れてよさそう。ゲーム落としたら2枚目入れよう。はい、ってなりました。フェニオ君はねやっぱりかなり強いカードなんで、はいどうぞ。はい、まあ上でいいな。うわめっちゃいいだ神か。神カードやんかいさーって、これな持ってるかな、別に持たれててもいいか。はい、漂着ない、漂着ない、到着なかったらまあほぼほぼ終わりちゃう。ネゲートえスプレー持たれてる読みならブロントフェニックスじゃないの。いや ないなと思ってやったから、あったらだるいなと思ったけど、まあ別にブロントでも残しとけばいつでいけるだろうと思ってたから。そうかないってネゲートあるんだ、へえネゲートがあった、どういうことだろう。預かんたはいいか、はい、別に拉致されても大丈夫だし。
もうチャートは酵素捨てるハンド、コーロン作成そんな捨てるハンドあるかな。ラス打たれても余裕だし相手積みすぎでは。うん、はい、うん、じゃあ預かんとおります。はい、はい、でハンド1枚だもんね。え、てかこれ次終わってない？あ、あった、はい、8だもんね、ライフ。フェニタロウ強い、フェニタロウ強いんだよ。ひー、8点入るのくさね。はい、なんか何もなかったね、相手。結構何事もなく勝てたけど、まあでも1回目はね押し負けてるから、まあ11ですが、ベイブルー。歴代フェニックスの中でもかなりヤバい部類。いや、フェニックスの中でも、いや、最強ぐらいじゃない、マジで。歴代最強ぐらいあると思うよ。これ、ミドタン・ガルタな気すんな。ミドタンは、ガルタ分、ガルタの枚数分きついよ。ミドタンだとしたら、ガルタの枚数分かなりきつい。あー、東平も強かったんだっけ。これミドタンですよね、多分。ひー、全力でガルタ探したいけど、今の時代の速度に合ってる、うん、飛行でゴー。機体がね、結構入ったらいいや。いや、山部出すべきだったね、今。次の動きを変えれるから。ひえ、ローナス早くね。ローナス出てくるの早くないですか。いや、これ今、ハシェプ出すべきだった。土地の置き方とかな、結構怪しいな。ローナス早くない？君。あ、よし、よし、耐えた耐えた耐えた、このターンは耐えた、このターンは耐えた。耐えたかな。これらの力ラノは入ってくるのか。耐えてない、耐えてないよ。きついね。あいつの動き早いんだよ。サンマナゴヨンもいるぞ。このサンゴヨンのエルフも入ってくるで。ガルタ、ガルタ、俺だ、はい、一応ガルタ君はいたんだけど、ガルタ君いたけど持つかなっていう。ライフ持つかクソ怪しいよね。そうなるとどの辺を抜くことになるのか。ちょっと前は XXX って表記したらなぜか怒られたもんだけど、今は寛容なんだね。怒られたんだ。いや、
これしんどいな。これ負けじゃないでも普通に。いやローナスがね強すぎるわ。こうすると一応生きてはいるんだけど。ローナス強すぎるんやけど。あと先手ごと大きいねこれ。これはちょっとこれ以上はこらえきれない、ね。はい、赤緑使ってるとゾウさんの3-4かなりきつくないですか。いやきつい、めっちゃきつい。これな、入れるカードないんだけど、っていうか特に入れるカードがない。え、メインのままこれまさか、マジで。サイドに破滅の国家絶滅のオフィスみたい。え、これ入れるもんなくない、マジで。なんかある。やば、チャンドラか。チャンドラ入れてみる。スプレーとかいらんもん。え、やばくないこれ。こんなことある。ドラゴンもないからマジガルタに対してかなり無力なんだけど。こっちがね、ガルタをパッと出せればいいけど。じゃあスカベンジャーがそんなにいらないのか。スカベンジャーがそんなにいらんか。え、やば。マジで入れるカードない。積んでない俺。ロナスどうしようもないもんね。まあ、向こうも多分きついと思うけど、ロナスは。はい、キープ。どっち倒そう。動きくそ弱いけど。はい、よく見たら全部4マナなんだけど。全部4マナ結構なんですよ。確かにね、それ1枚あると実は結構変わるかも。ガルタださん話ならんから、ね、ガルタを出そうハンドで。手のマナコストやばいけど。うん。いや、いけるいける。ガルタにはガルタをぶつけんだよ。そうだよ。手札だけで合計25マナってこれが無駄にですか。はい、みんなガルタは持ったな。ちょっと丸太と互換似てんの。草ガルタって実は今買い時。え、どうだろうね、買い時かな。これ実はチャンドラからじゃない。チャンドラからマナ出して切らんごやろ。え、この動き強そうじゃない。なんか強そうではないですか。次ガルタ出るもんな、これで。次耐えたらガルタ出るよね。この2枚がいる状態で帰ってくればガルタは出るから。そう、マナ出してフェニックス出して、そっからガルタって動きができるから。出る出る出る。だってフェニックス出すでしょ。ん、あ、ごめん、出ないわ、嘘、出なかったです。嘘です、出ません、出ませんでした。全然全然出なかったです。完全に嘘。
しい算数の時間。おっす。ガルタザン、やっぱ出ないよな。出ない。なんかおかしいと思った。かとかねえよ、はい、出ないから別に相打ちでいいやはい、まあそれだよね、多分あると思う。全然別にいいよ。出たガルタ、あっちに出た。無飛ぶのシチュエーションで学ぶ数学参考書があったら理系に行ったのに。わらわら。あっちに出たんだけど。そっちか。あっちに出たんだけど。どうすんのこれ。まずくない？ガルタ最強やん。ガルタ？おい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 。すべてを諦めよう。これどうすんの？これさばけなくね。いや無理だと思う。ガルタを制する者がゲームを制す。どっちも止まってるしな。色的に出たら終わり。わら。これなあ、まあ、こっちも出すしかないんだけど。どうすんのこれ。マジか。相手めちゃくちゃやん。負け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 やっちゅうねめちゃくちゃしてくる。ちょっと無理だったね今のは。そやガルタ同士で勝てないなら緑ターンである理由ないしな。それね。へえ。いや、こういうのが僕がこういうデッキを使いたくない理由なんで今の負け方がその詰まってるかな、僕がこのデッキを使いたくない理由が。はい、これ22で5000目です。ここ7721。後手な、後手つれえな。でこういうデッキは本当に後手がきついんだよね。ヘビかな。ヘビです。ヘビなー、きついんちゃうかなこのデッキ。このデッキヘビきつそうだなー。うえー。このデッキはですね、ヘビめっちゃきつそうなんだよね。わー耐えた耐えた。土地土地。残しておくとろくなことにもなんか殺そう。1枚でもスペルだったらやばかった。わら。まずい。348へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。ひぇ。しかも今一番かぶってほしくないロナスが来たんだけど。どうしよう。油でないから楽ですね。いや一応ね、
相手に除去がなければこれでまだ耐えるんだけど、そんなことはないだろう。あ、なかった。相手に除去がなかった。油でないってなんだよ。一応まだ耐えてる。あ、通輪、通輪めくれちゃった。通輪で飛んでくるんやけど、あれちょっと待って、相手あれ飛んでくるんやけど。おい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 、あ、違う、これ混ぜたらいいのか、はい、耐えた、混ぜて耐えた。こういう時どうすれば。あ、セーフ、セーフでした。ここでクリーチャー引けばまだ耐えてる。クリーチャー、クリーチャー、お、ワンチャン残った。ワンチャンあれば、これ耐えてないですね。あ、いや耐えてる、耐えてる、耐えてるわ。オッケー、むしろ一番いいカードを引いたかもしれない。これは一番良いカードを引いたかもしれない。もうブロッサミングディフェンス引かれてたら負けだから、まあ、それはない手でいくんだけど、お、スルーでいいよ。バレスだったらどっちにし負けだし、はい、バレスだったら負けだから、ね、色まだ出し直す人あるか、それ、はい、負け負け、どっちみち負け。それはどっちみち負け。これどうしよっかな。入れるカード、入れるカード、タイラントは入れてもいいか。これか、一応効くかもっていうので、この甘えた考えでスカベンジャーいらんくて、なんだろう、特に効くカード思いつかないんだけど、いいか、このままいくか、はい、やば、全然勝てる気しないんだけど、これどうしよう。モンスターに強そうな肉肉しいドスコイデッキ増えてるの？かもね。まあ、モンスター結構トップメタみたいな感じだったから、その可能性はある。いやちょっとな、きついな。キープ、これで勝てなかったら多分このデッキダメだ、ね、このマッチはダメだ、ね、このハンドで多分勝てなかったらダメ、無理だと思う。
まだ次ワンパンではしないからこれでいいか。はい、はい、さすがにこれで勝てなかったらね、このネッキはダメだよ。はい、ガルタがあったらもっと気持ちいい。さすがにこれ全部殴ると勝つ、1,2,3止められて、あ、勝つね、さすがに勝つか。1,2,3止められて、はい、勝つか、さすがに勝った。1,2,3、うん、いけるね、よし。前半面倒いから全般、いや、これでピッチン足りてる足りてる、うん。ガルタ引いたらもっと楽しかったけど、さすがに勝ったけど後手だよねこれ。問題、マナクリ殺さないといけないから後手はスプレー入れるか。でディフェンス1枚抜いて、タイランといらんか、はい、うーん、スカベンジャー別にいらんもん、なんか一体なんていうとこ、除去でテンポ取り返しにくいのつらいっすね。うん、そうなんだよね、なかなか厳しさが。実際 MO チャレンジ、MO シス全勝してるから強いデッキだと思うんだけど、このね、うまい使い方が僕分かんないっす。いくか、2、3体また行くよな。はい、これヘビ、てか中出てくるだけできついもんな。ヘビはきついな、ほんとに。はい、ヘビ殺せないや、やっぱ、マグマスプレーやっべ。引いてんだけど、めくれと死ぬ、おー、耐えた耐えた、めくれと死んでたから耐えた。ちょっと待って、マッチンさん、これは死んでまうよ。これは死ぬのでは。あー、耐えたー、マジか、相手全部土地引いてんな。さすがに全部土地はちょっと相手がかわいそうかもしれない。いや、こっちも全部土地ですね。これ以外全部土地。どうせギアハルク出てくるんやろこれ。あ、違った。これは阻止、はい、これは
はい、負けですね。これはもう仕方ないな。この引き方はもうどうしようもないわ。はい。はい。これはね、ちょっともう、二度とこのデッキは使わない気がする。はい、3敗しました。あー、つれえな、今の。はい、というわけで、こんな、モンスターはまあ、どうなんだろうね。うん、僕はやっぱこれ使わないなっていうことだけ分かったので、はい、収穫でした。ちょっとね、取り返しにくいデッキっていうのが、あの、5点の時にね、ブーストできる手段がやっぱ欲しいよね、何か。あの、先手後手を取り返せる手段っていうか。ヘビとかだと、まあ、あの、これを置けばね、一気に加速するから、まあ、そういう意味でね、取り返しやすいデッキであると思うんだけど。まあ、青黒とかもね、細かい動きは構えたりするし、プッシュとか打ったりっていうのがあるんだけど、モンスターはね、本当に1万の動きっていうのが、まあ、これ。あ、ちょっと。この、優雅とスプレーしかなくて、ちょっとね、そこら辺返しづらいなっていうのをちょっと見てて思ったので、まあ何か欲しいなって感じでしたね。はい。まあ応心とかはね、まあ要するにコンボがあるから。まあちょっとね、またあのスタンダードは今特に何もしなくていい期間ではあるから、いろいろ回してみようかなと思いますけど、まあ今日こんなもんかな。まあ時間もね、ちょうど9時で、結構キリがいいんで、ね、そろそろ終わろうかなと思います。はい、そんな感じですかね。ね、欲しいものリストも押してるんで、よかったらよろしくお願いします。はい、ツイッターのね、トップに欲しいものリスト、僕あの4月2日誕生日なんで、よかったら。はい、なんで終わろうとしてるの。終わる終わる、時間がね、もう9時でいい感じじゃない。ちょうどいい感じの時間だと思うんだけど。はい、ちょっとね、しばらく往診使おうと思ってるんだけど、あの往診をね、また同じ放送で回してもらっていう。はい、買い物ついでにパイン飴を。え、マジでありがとうございます。本当だ、パイン飴消えてる。どうもありがとうございます。ゾンビさん、ありがとうございます。食べます。ピエモ持ってこうかな。いやね、あの5日が、そう、4月5日でね、あの31歳の誕生日になるんで。これで2個目。いや、ありがてえ。はい。というわけで、じゃあそんな感じで今日は終わります。はい、お疲れ様です。ワイもパイン飴送ろうと思ってたのに。そう、ね。パイン飴やっぱ送りやすいのかな。リバイスドは向きたくねえ。リバイスド向きたくねえんだよね。オツでした。はい、お疲れ様です。このね、あのスーツケース、プロツアーに持っていこうと思ってるんで。早く送らないと高いものしかなくなるぜ。お疲れ様です。いや、すでにね、いや、これね、もともと自分がそのうち買おうと思ってるもんなんで、高いものしかないんだよね。そのうち自分で買うつもりのものしかないんで、まあ、基本的に高いものです。全部3000円以上するから、ね。ライトニングケーブルは安いけど。そう、イヤホンね、落としちゃったんだよね、ファイナルズで。キャリーケースはぐさ。いや、キャリーケースね、あの、今使ってるやつは、ちょっと、あの、プロツアーとか持っていくにはちょっとちっちゃいなってなって、あの、5日間ぐらい、5日6日、やっぱり、あの、旅をするのに使うには、ちょっと、ワンサイズちっちゃいなってなったから、まあ、買うかってなって。はい。意外と、今回ね、結構森の入りなんだよね、プロツアーで。まあ、そんな感じで、まあ、いいや。はい。終わります。お疲れ様です。